の放射能汚染が今後長期間にわたってどのような影響を与えるのかという不安が広がっています。9ヶ月経った今も福島原発の事故は収束せず、福島の米からはセシウムが検出され、そして子どもたちの粉ミルクからさえセシウムが検出されています。地域の住民やそして働く労働者ばかりがまだ生まれていない、将来の子どもたちの健康と命にとってもかかりすれない悪影響を与えるという不安に私たちはみんな駆られています。まもなく東大本店前を通過します。皆さんでシクロスコールをしていきたいと思います。さよなら原発、命が大事。再処理いらない、命が大事。放射能はごめんだ、命が大事。原発やめよう、命を守ろう。被害者に補償しろ。東電は責任を取れ。東電は被害者に謝罪せよ。東電は被害者に補償しろ。原発をやめよう。東電は被害者に謝罪せよ。東電は被害者に謝れ。東電は被害者を補償しろ。
みを知ってるぞ。
ありがとうございます。